談を削除したい、私自身は2006年知事に就任してから3つのもったいない、そのうちの1つ税金の無駄遣いもったいないということで公共事業の見直しをしてまいりました。これは1つの典型例でございますけれども、必要性の低い事業を節約しながら同じ目的のために、あるいは同じような例えば安全の水準を保つために新しい無駄遣いをなくす政策が可能でございます。脱官僚行政司法の抜本改革の断行でございます。これまで明治期以降官僚が日本社会を作ってまいりました。昭和の戦後も実は地方自治というものが示されながらも、なかなか霞が関官僚の主導的な立場から地方の自立ができておりません。国民や地域の立場に立った行政司法に改めていきたいと思っております。地域主権改革、地域のことは地域で決める、ここが脱官僚の仕組みでございます。6つ目でございます。主権国家としての権利を堅持へ、外交あるいは防衛問題、誇りを持って日本人としての誇りを持って食品の安全、医療制度を守り、品格ある外交を展開をしていきたいと思っております。これら6点について、合意をできる皆さんに対して今回呼びかけをしたいということでございます。なお本日の琵琶湖宣言の賛同者リストとして5名の方のお名前を、入れさせていただいております。経済界からは京セラ会長稲森和夫様、また、芸術音楽界からは坂本龍一様、映画などでは菅原文太さん、またマスコミ界からは豊越俊太郎さん、学会からは茂木健一郎様、5名の、賛同をいただいております。以上、私の方からの大まかな政策説明させていただきましたが、あと代表代行となる予定の飯田哲也さんの方から補足説明をお願いしたいと思います。はい、少し、補足的に、私の方から飯田哲也の方から、お話をしたいと思います。まずこれは薩長連合ならぬですね、近江と長州、近江長州連合という、新しい地域からの国を変えていく試みだというふうに考えております。片田さんは本当にこの6年間滋賀県知事としてしっかりとこの地域から変える流れを作ってこられました。で、私は長州といってもこの前山口県知事選では惜しくも届きませんでしたが、今回、同じような感じを見ておりまして、あの時も、私が立つ前は選択肢がない、山口県の人はみんな思っていましたが、立った途端に皆さんが非常に大きな期待を感じています。とりわけ、今日今加田さんの説明のあった女性若者がですね、非常に大きな期待をしてくださって、今も非常に活発に活動しております。今国政もですね、女性と子どもを前面に出すそういう選択肢が実は全くないということがですね、非常に古い、なんというか司馬遼太郎的な明治時代の男臭い選択肢ばかりを争っているというのが今の国政だと思います。でそれはもう完全に国民の本来求めているこの不安、からかなり、反対のところでですね、あるんではないか。で、そういった意味で地域と国政をつないでいくシンボルとして、加田さん、そして、私は市民、さまざまな今市民団体がこの官邸前のデモも含めてこの脱原発の思いを一体どこに投じたらいいのかと、本当に数多くの市民の方が悩んでいる。でその選択肢をしっかりと作りたい、そしてもう一つは専門家として、加田さんも科学者であり私も科学者であり政策の専門家としてこの間、各党のマニフェスト、あるいは、民主党の閣議決定が中途半端にされたかされなかったかわからない原発ゼロ、
この言葉でごまかす政治はいい加減やめるべきだと思います。政策、そして科学的思考の裏付けのない政策で、言葉だけでですね、永田町文学、霞が関文学だけで原発稼働ゼロとするように最大限、政策措置を努力すると、たった一行書くだけでですね、ゼロのようなゼロでないようなごまかし、あるいはそもそも原発ゼロをしないという日本維新の会と、そして、自民党、まあ、こういった今あの国政の中心がこの今世界中が、そして将来世代がこの原発ゼロの課題をですね、しっかりと向き合って、あるいはあのもちろん女性や子どもの、あるいは一般の生活者が感じる不安、まあ、そういったものに向き合った新しい政治をぜひあの作って、いければというふうに思っています。まあ、とりわけこの卒原発についてはあの2030年原発ゼロができるのかできないのかというですね、そういうことを議論しているのはほとんど意味がないと思っておりまして、原発ゼロは避けられない現実である。それは核のゴミの行き場がないからです。そして一旦事故が起きたらこの福島のふるさとが失われる。でそれをカバーしようがないからですね。ただし問題はどうやってゼロにするのかということと、もう一つは今事実上ゼロだという現実があるわけですね。そして今事実上ゼロで関西電力は電気料金の値上げを申請しました。当然です、値上げをしないと倒産するからです。しかし何も国が措置もせずに電気料金を値上げすると、今度は企業や国民の生活が大変なことになる。でそれを全く放置している、今ここにある危機を放置しているのが今の政治。2030年のことにかまけるわけではなく、かまけてはならなくて、今ここにある危機をですねしっかりと対処する、このここに書かれた原発稼働ゼロの状態の危機をしっかりと対処して、そして原発すべてをゼロにする廃炉までのゼロの道筋をしっかり作る、このカリキュラムを作るというのが責任ある政治であってですね、2030年ゼロにできる、そもそもできないと言っているような無責任な政治は選択肢に入らないと私は考えております。まああの、この女性があのや子どもが生き生きと暮らせる、まあ、そういったことを前面に掲げる、そういった今他の選択肢も、ない、そして、まあ、増税、私はその民主党政権の最初の、秋に事業仕分け人里山さんに指名いただきましたが、膨大なる無駄があって、でその膨大な無駄を結局一切、まあ、財務省のそのシナリオのままでしたから、切らないままに、単純に増税する、これはやはり国民感覚としても現実の財政としても許されないというふうに思っていますので、あの我々消費税増税は反対ではありませんが、その前にやることをしっかりやってから対処しようということです。まあ、それ以外もすべて加田さんあの説明していただきますので、もう長くなりますのであの、省略いたしますけれども、しっかりと、まあ、加田さんを支えつつですね、地域からそして市民から声を上げていく、そして科学的に、そして政策のしっかりとした裏付けのある形で、一つ一つ実現していく流れを、一緒に作っていきたいと考えております。どうもありがとうございます。はい、あの先ほどの賛同者の中、はい、まだ本当に実は昨日今日とバタバタして、まだ多くの方からいただけてないんですけれども、もっともっと賛同者増えていただくことを期待をしております。またあの菅原文太さんから、メッセージを預かっておりますので、ちょっと紹介をしていただけますか。菅原文太さんよりメッセージをいただきましたので、私の方で代読をさせていただきます。タイタニック号のような航路をたどる今の日本、正しい航路に舵を取り直そうとする加田さんの前途を祝します。一国民の目線で見守りたいと思います。日本のメルケルになってください。菅原文太。菅原さん、ありがとうございます。政策的なところ、また質問があったら後ほどということで、こちら今度あのこれ配られますか。誰もが希望を持てる、あ、はい、実は
いろいろ準備不足がございますが、では私たちはどういう、こう政治的なグループを作るのかということで、名前など含めての紹介をさせていただきたいと思います。まず誰もが希望が持てる未来へということで、今日本中に将来への不安や政治への不信、失望が渦巻いています。この不安を安心に、不信を信頼に、失望を希望に変えなければいけません。私たちは国民の皆さんの今のままでは選ぶ政党がない、本当の第三極を作ってほしいという声に応え、新しい党を作ります。私たちの名前は未来の党、正式には日本未来の党でございます。このままでは私たちの日本は国としての品格を失ってしまいます。世界は私たちの動きを見ております。そう、あの福島の原子力発電所の事故です。終わっていません。これを確実に終わらせて、着実に原発から卒業できる道を示さなければなりません。私は毎日この福島バッジをつけさせていただいておりますが、これは私たち日本人の福島への愛であり、また覚悟であると思っております。私たちは世界に、地球に、未来に希望を同時に発信をしていきたいと思います。そう考えて私たちはこの理念のもとに多くの仲間たちと新しい党を作ります。国民の皆さんの政治への信頼を取り戻すためです。未来を作る政治、希望を見出したい。政治には未来を作る力があります。政治は未来を作るものです。ご一緒に未来を作っていきましょう。私からの未来宣言でございます。ただいま、知事の方から、皆様に、また政策、それから結集軸、また日本未来の党という党名の発表も含めてさせていただきました。党のロゴにつきましては、今朝から大慌てで作っておりまして、もう間もなく皆様の前でお披露目ができると思うんですけども、ひとまず今知事の方から、また飯田哲也さんの方から、お話をさせていただきましたので、これより質疑応答の時間とさせていただきたいと思います。会場から、どうぞ挙手でお願いいたします。はい、順番に一番早かった、はい、どうぞ。マイク、はい、まず1つ目に、これから他の党との連携というのをどのように考えていらっしゃるのかというのを言って聞かせてください。で、2点目が、担当者5名、いらっしゃいましたけれども、それ以外の担当者はどういう方で、どのくらいの規模なのか、もしくはですね、この自治体の首長なんかは、こういう担当者の中に入る可能性があるのか、もしくは既に入っているのか、その点をお聞かせください。よろしくお願いします。はい、まず他の党との連携でございますけれども、ここの呼びかけは、全ての皆さんにさせていただきます。それぞれの党で、あるいは個人で、手を挙げていただく方、この指止まれ方式でさせていただきたいと思います。それから賛同者ですけれども、今回実は正直申し上げまして、昨日の、急に、新聞記事でこちらが準備できないまま今日を迎えておりますので、賛同者の、確認が全てできておりません。このあと今の梅田さんのご質問の自治体の首長の皆さんもポツポツと声をいただいておりますので、できるだけ早い段階で賛同者リスト、また増やさせて整理させていただきたいと思います。事務局から補足ですが、賛同者の方に関しましては、新しい政党への賛同ということではなくてですね、今回の加田さんの呼びかけ、琵琶湖宣言、また新しい政治の結集軸に対する加田さんの行動への応援ということで、特定の政党または特定の候補の応援ではないという点はご留意いただきたいと思います。フリーの横田はじめですけれども、橋本市長はですね、脱原発のスローガンだけで、具体策が必要だということをおっしゃっているんですが、
橋本市長は脱原発のスローガンだけじゃなくて具体策が重要とおっしゃってるんですが、その割にブレーンの飯田さんが提案した、原発ゼロを実現する具体策が政策に今のところ盛り込まれてないんですが、まあ、日本維新の会との違いはそういう、使用済み核燃料の上限を決めるとか被害地元の声を聞かないと再稼働できないとか、そういう原発ゼロを実現するための具体策が入るかどうかというのが大きな違いというふうに考えてよろしいでしょうか。はい、まあ、具体策をこの段階でどこまで入れるかはあれですけども、今直面するこの危機的な混乱期に対してまず安全性は大前提で、それから、まあ、関電が値上げだけしてますが、その今の現状のまま単に値上げということもではなくて、まあ、関西電力のも今すぐ経営危機にならないような措置も取りながら、もちろん値上げも一つの手段ですが、例えば東京電力に入れているような交付国債を国が貸し出して、それによって値上げと関西電力の経営を安定させる、その両方をすることも可能です。そして、その間に、しっかりと核廃棄物の総量規制、そしてモンジュと再処理はこれは即時廃止で、使用済み核燃料の乾式中間貯蔵、日本におよそ1万5千トンのこの量及び今後生み出す総量、国民的合意をしっかりして、そしてそれをどこに置くのかということが合意されないと、そもそも再稼働ありえないということ で、それを全て合意した中で今度は出口が見えてくる、まあ、そういったプロセスも含めてしっかりと作っていく予定ですので、そのうち盛り込める柱はこれからしっかりと、皆さんおよび各党に提示をしていきたいと思っております。 あと都知事選で宇都宮弁護士、脱原発を明確に、はい、打ち出している候補を応援するかどうか、一応今私は推薦人なので私自身は応援する立場ですが、この今のこの私と岡田さんの間では基本的には応援する方向、まだ相談してませんけども、基本的には応援する方向だと私は思っております。橋本市長のことが出ましたので、ちょっとご紹介させていただきます。昨日橋本市長から応援メールをいただいておりまして、公表していいよともらってますので、ちょっと紹介させていただきます。おはようございます。金知事、絶対に党首を引き受けるべきです。次はありません。今だからこのような状況になったのです。僕もそうです。原発問題徹底して論戦しましょう。こういう論戦こそが切磋琢磨こそが日本のためになります。金さんが立てば大いにエネルギー問題も焦点化されます。地方から声を上げる流れも出ます。僕らは次世代へのステージになりましょうという応援メッセージをいただいております。橋本さんと私とは例えば地域主権の問題、同州制の問題などでは意見が異なります。橋本さんは同州制は府県をなくして、例えば関西なら関西一つの道で自治体を作ろうと、私は府県は必要だと、例えば滋賀県なら滋賀県はこの環境の保全、あるいは教育、警察、そして、経済政策、府県は必要だという立場を取っておりますので、このあたりはかなり大きく違います。ただ過去4年間、例えば、宮古から出る河川、正確には大道川という河川の淀川水系の河川ですけど、ここのダムを、まあ、中止をした2008年から9年の動きというのは、橋本市当時知事ですと、山田京都府知事と3人で、まあ、無駄遣いをやめようという宣言もさせていただきました。また国の直轄負担金問題でも一緒に共闘しております。さらに関西広域連合の中で、出先機関の権限を移譲しようと、出先機関というのは国の出先が、まあ、関西なら関西にあるわけです。近畿地方整備局であるとか、その権限を、府県の連合である関西広域連合に移譲しようというようなところで一緒に共闘を組んでおります。今日橋本さんが地方から声を上げる流れを出しましょうというのも、まさに過去4年間橋本、まあ、市長と共闘を組んできたその一言だろうと思っております。私たちは、まあ、そういう意味で
質問もあるかもしれませんけれども、知事で同時に政党で、代表となってどうなるのかというご質問もあると思いますが、ここはの知事は知事として公務を全うしながら、しかし県の政策を確実に遂行するために国政と関わらざるを得ないということで国政に関わる、そういう立場は橋本市長と共通でございます。すみません、今ロゴマークが届きましたので知事の方から発表させていただきたいと思います。日本未来の党の立憲の未来の党、誰もが希望を持てる未来を、誰もが希望を持てる未来を、未来の党、この3つの輪は、さまざまな輪があると思います。お父さん、はい、はい、この3つの輪は、さまざまな理解をしていただけたらと思っております。例えば家族の中だったら、お父さん、お母さん、子供、あるいはおじいちゃん、おばあちゃん、お孫さん、そして地域でしたらば山と田んぼと湖、あるいは地域の中での経済、お店と学校と、そして地域社会と、それぞれが解釈していただける。私たちの基本の考え方は共に生きる共生でございます。共に生きる共生を3つの輪でシンボリックに表したのがこのロゴでございます。こっちの方もお願いします。はい、すいません。ちょっと笑顔お願いします。すみません、なるべく多くの方の質問をお受けしたいと思いますので、一人一号でお願いいたします。マスクの方、どうぞ。あ、すいません、毎日新聞の菅と申します。まず知事にお伺いします。今回の決議に至った経緯と、あときっかけについて時系列で教えてもらいたいのと、あと今回衆議選に向けた候補者をどうするのか、これが2点目です。3点目は今日をもって新党、政党と言っていいのかどうか、この3点お願いします。まず企画に至った経緯ですけど、3.11 が大きなきっかけです。その後私自身は、原子力発電所の問題を積極的に発言をしてまいりました。ただなかなか動かない、琵琶湖は原発の、中心地から、30キロ、例えば琵琶湖の上流の高島市などは30キロ圏内にありますけれども、未だに原子力安全協定さえしっかり結んでいただいてないという中で、かなり知事として本当に琵琶湖を守っていくとしたら国政にメッセージを出さなければいけない、それも単に要望ではなくて政治グループとして出していかなければパワーが持てないということが今回の背景の経過でございます。それから他の政党との連携でしたでしょうか。いや、衆院選の候補者はい、候補者ですね。候補者はもうここ何日かの間に手上げ方式で、呼びかけたいと思っております。それから3点目が何だったでしょうか。まだ正式に政党として、そもそも政党要件は
国の政党としては、国会議員5人以上ですから、まだまだそこまでいきません。そうです。今の段階では政治団体、任意団体です。はい。代表は、私、代表代行が飯田さんということです。今の段階では政治団体です。すみません、任意団体です。政治団体の届け出はしておりません。届け出をするかどうかというのはまだ決まっておりません。というのは、これから国会議員の方々に呼びかけをさせていただいて、政党要件をすぐ満たすことができるのであれば、そのまま政党としての届け出をするということですので、任意団体でございます。はい。あ、後ろの方、どうぞ。テレビ朝日の山口と申します。知事に伺います。知事の思いをこれから成し遂げるには来るべき総選挙である程度の数を取っていかないとそれが実行できないかと思われます。そのために選挙に向けてどこの政党他党と連携していくんでしょうか。こうお願いします。今日メッセージを出したところですから、この後どういう方が手を挙げていただくかの今のところ確定的に言える段階ではありません。まずはメッセージを、宮古宣言を出させていただいて、この宣言に、合意いただく皆さんに、手を挙げていただく、手挙げ方式です。特定の、政党というところを考えているわけではありません。ちなみになんですが、国民の生活が第一の小沢さんとは連携する方向性というのはいかがでしょうか。小沢さんなり、あるいは政党の皆さんが、そういう ご気持ちをお持ちならば、方向性としてはあり得ると思います。その一方で、小沢さんの色がつくということについては、抵抗はないでしょうか。はい、それは小沢さんご自身がご判断いただくことだろうと思います。大内の石川ですけども、この今回の結集軸ですね、卒業罰というこの切り口で、されているわけですが、先ほど言われた橋本さんとの関係もそうなんですが、今回の選挙はもう一つはですね、維新の、会議の石原さんのようにですね、憲法そのものを認めないと、あるいは橋本代行のようにですね、首相公選制というさらに独裁制というか、従前の民主主義そのものがですね、ある意味では問われているという、そういう意味での、その、どうですか、立ち位置というか、中道リベラルを目指せるか、そのリベラルでいいんですけども、そういう一つの民主主義そのものが問われているという認識がですね、どのようにこの民主主義6項目の結集軸にはないんですが、この辺は若田知事はどのようにお考えなのか、伺って。呼びかけの中に、地域から、女性や子どもの目線も大事にしてということですから、おのずと草の根の、ボトムアップの考え方、基本的イデオロギーでございます。ただもちろん組織として、トップダウンの部分も必要です。トップダウン、ボトムアップのバランスの取れた政治ということを私6年間知事としても実践をしてまいりました。国政においてもそのことは提案をしていきたいと思います。琵琶湖放送の坂田です。衆院選の候補者なんですが、先ほど知事は手挙げ方式でとおっしゃいましたが、ここ地元滋賀県では必ず4選挙区に立てるとか、今の加田知事の思いというのはありますでしょうか。まだ滋賀県の政党の方たちと十分話をしておりませんし、今回何分にも日もございませんので、特に、政党小選挙区で立てるというようなことは具体的には考えておりません。自分が立ちたいという方がおられて準備があったら拒否するものではありません。今もう立っていらっしゃる候補者、はい、連携であるとか推薦であるとか候補者のいないところは十分あり得ると思っております。読売新聞の杉田と申しますけど、昨日 の午後の会見から、今日ここまでその悩んでたと思うんですけども、悩んでる部分っていうのは何だったのかってまずお聞きください。
一番の悩みは県民の皆さんからも随分お声をいただきました。知事を辞めてしまうのかということで、国政と両立できるのか。で、私は今回の琵琶湖宣言はまさに地域から声を上げることで琵琶湖を守るということですから、知事としての仕事を全うしたい、そのことをお伝えをしていきたいと思っております。このまた先になるんじゃないのかというところが一番悩みでございますし、県民の皆さんには訴えていきたいと思います。2010年7月42万票の信任をいただいております。この信任に対しては責任を果たしていきたいということでございます。関連なんですけども、日本維新の会との関係でお二人にお聞きしたいんですけども、特に飯田さんなんかは日本維新の会というか前身の大阪維新の会の時代からおそらくブレーンとして原発政策とかやってきたと思うんですけども、そこではやっぱりやっていけないから新たな政党を立ち上げようと思ったのかどうか。で、加田さんについてはその同じ関西広域連合で、同様のいろんな取り組みをしている中で、その日本維新の会を応援するというのではやっぱりどこがダメだったのかという、それぞれ。はい、同じような質問は山口県知事選挙の時からずっと言われているんですが、で同じ答えをいつもしているんですが、私はその維新の会と政策ブレーン的に協力したことはこれまでもこれからも一切なくて、で あくまで大阪府市の特別顧問という行政職として関わってきております。ですからその事実はないですし、維新がダメだからこっちということではなくて、これは純粋に岡田さんとこの間いろいろお話をしてくる中で、この新しい結集軸が今の中ではないという、共通の思いから一緒に歩いてきたということです。それは特別その、表向きはそうなんでしょうけども、おそらく橋本さんなり松井さんだとやってくる中で、この枠組みの中でやるっていうのはやっぱり、いや、表も裏も例えば山口県知事選でも維新の会から推薦も来てませんし、私も推薦依頼しませんでしたし、応援も来ませんでした。それからその後の、公開討論会でも私は、小塚さんは言ってますけど、私は呼ばれてませんし、協力もしたわけですし、でこの間の衆院選関わっても一切私は協力しませんので、逆に聞き方を変えます、はい、その今の日本維新の会では、はい、この飯田さんがやろうとしていることは実現できないから新たな政党を立ち上げよう、少なくとも、今日の、東京新聞にもありましたが、石原代表は原発ゼロを目指さないと明言されておられますし、そして全体として非常にその、先ほど憲法の話もありましたが、これまでのですね、古い男性的な政治が非常に色として目立っていて、でやはりその地域の実態、あるいは今女性や子どもたちの置かれている現状から考えると、全く今日本の中に選択肢がないというのは加田さんと共通の思いで、今維新の会では私の選択肢ではないと。加田さんはどうでしょうか。脱官僚なり、あるいは脱中央集権というところでは橋本さんとずっとやってまいりました。ここは同じ思い、そして地域から声を上げるということは同じ思いでございます。ただ違うところが2点あります。一つは橋本さんの見ている地域は、どちらかというと大都会ですけど、私はこういういわば、田舎というところから見ていくということですね。ただもちろん都会の視点とバランスを持ってということです。それからもう一つは、今の日本の多様な社会状況を維新は十分反映してないだろうと。それは女性や子どもの視点ということでございます。ですから地方の視点、女性の子どもや子どもの視点という意味で維新と決して対立するのではなく、私は補完し合えるところがあると思っております。先ほど の宣言の中で、今のままでは選ぶ政党がない、本当の第三極を作ってほしいという声が、直接届いております。そのあたりが先ほどの、地方から、あるいは女性や子どもの目線からというところが異なった点だと思っております。日本維新の会と原発政策自体についてはどういうふうに考えますか。原発政策、維新の会の中、日本維新の会でも先ほどの石原さんが今日東京新聞で言ってらしたということと、それと橋本さんの先ほどのメッセージでは、エネルギー問題も大いに焦点化していきましょうと言ってらっしゃるので、微妙に異なるかと思います。いずれにしろ、論戦をして日本の未来の選択として何がいいのかと、
国民的議論をしていくには橋本さんとも大いになっていきたいと思います。朝日新聞の引田と申します。国政政党との連携や協力のあり方についてお伺いします。まず最初に今上がった維新の会とですね、選挙協力というものを考えていらっしゃるでしょうかということと、それから卒原発で政策家に通っている脱原発や緑の風との合流の見通しについて考えを伺わせてください。それから合流のあり方ですが、既存政党に回答して合流してもらいたいのか、あるいは比例で統一名簿方式というふうなことを考えていらっしゃるのか、お聞かせください。先ほど手上げ方式と申し上げましたけれども、そういう意味ではこちらが枠を決めているわけではなく、まさに今日宣言したところですから、このあと比例名簿方式のようなところで調整できるところもあるでしょうし、ここはですね、今この段階で方式を決めているわけではありません。このあと調整をしていきたいと思います。ただ時間はありませんので、ここ数日以内には形は見せていかなければいけないと思っております。新党の選挙協力も飯田さんとまだ話し合ってないので、ちょっと保留させてください。先ほど形は成功なのか、そこも今どういう方が手を挙げてくださるかわからないので、今日のところはまず呼びかけでございます。この後連携なり連合なり手を挙げていただいた方との調整ということになります。すいません、ちょっと次の候補の時間がありますので、ここで、ここまでとさせていただきたいと思います。申し訳ありません。飯田先生は国会議員だとか現時点では、白紙というかですね、考えておりません。まだ何をやりたいかよく分からないんですけど、全然分からない。外交とか一体安保条約とかどうするのか何も出てないんですよ。そもそも経済政策もどうするのか何も出てないんですけど、今日のところはメッセージというところでございますので、少し今お時間をいただきたいと思います。近々リーフレットの方も今準備をしております。できるだけ早く、一両日中にリーフレットも詳しく出させていただきたいと思います。TPP や集団的自衛権の問題、意見の異なる人も候補者に入れるんですか？発言発であれば、TPP や集団的自衛権の問題、意見の異なる人も候補者に入れるんでしょうか？その辺も私はいつも申し上げておりますけれども、すべてを捨てて大道につくというよりは、勝利を生かして大道につくということも十分あると考えております。そこの中で、合意のできるところをの手を挙げた人との中で、合意形成を図っていきたいと思っております。関西広域連合では大井原発の再稼働を橋本市長と一緒に認めましたけど、引き続き同じ立場ですか？ちょっともう時間がないので、大井原発については、今安全性が不完全なままで動いているということに関しては、全面認めているわけではありません。改めてマニフェストの発表とかがあるということですか？またご連絡をさせていただきます。はい、マニフェストは改めてでございます。皆さんだけでもいいんで、今後が泣いてあれば、いや私はちょっとこれから東京に戻らないので、よく分かるんですけど、でも候補者って言えるんですか？候補者はこれから今呼びかけて、現時点で候補者はおりません。はい、おりません。この結集軸で集まった方ともう一回くつくってマニフェストをここ一両日で発表させていただく。これ政党まるまるの合流でもいいっていうことなんです？政党まるまるで合流の時は回答していただくような方向がいいんではないかと考えておりますが、それもこれから手を挙げていただいた方と相談。で、期限っていうのはいつなんですか？それはもう選挙に間に合う期限で、場合によっては4日の前日ということもあるかもしれません。次回は十分な時間を取ってもらえますか？はい、それはそのように知事の候補の時間を取って、はい、申し訳ありません。はい、
とにかくですね、転ばなかったらこのまま正三体、まあ、そのままではそうなります。2段体、その見通しはどれぐらいですか。もうそれは今日この呼びかけにどれだけこうしてくださって、はい、それと作りたいですね。党首っていうことですか。それは政党ができてからその皆さんともう一回協議をして決定と。一応代表はけど、その代表って呼び名でいいのか分からない、今代表というふうに呼んで、代表代行が議員である、はい、代表代行というか今2人だけですので、それがいわゆる政党というイメージでいいんですよね、はい、それをこれから呼びかけて、また終わりになったところでまたご相談。今のところ国会議員で参加したいという打診はいくつあります。まだこれからです。本当にないんですか、はい、現段階で、はい、マニフェストもできてないのに呼びかけをするということですか。この結集軸だけで、はい、TPP をとかどうするかもわからないまま入ってくる、はい、そうです。あれ、飯田さん、大阪府市特別顧問っていうのはもう辞められてるんですか、立場として。いや、現地では辞めてないです。辞められるんですか、もうこれは。それもまだ隠しです。いや、でも政治的に立場でやれば、これはもう辞めるのは。いや、あれはそこは事務方に確認しておりますが、例えば今、私は山口県知事、また次も目指すと公務して政治活動しております。で、それは私の憲法に定めた政治的自由ですから、それは今両立しているわけですから、これも両立はし得ることはし得ます、はい、やめるかやめないかまさに対極的政治的判断になります。政治団体作るからの判断はされるんですか、2団体から。あ、それはもうこれからですね、はい、とにかく申し訳ないんですが、報道陣の方からすれば少し物足りないところもあるかと思うんですけども、こちら側するとですね、本当に何も決まってない状態で報道が先行した結果、昨日も一日混乱で何も進まなかったということがありまして、いろいろと準備を進めてきた部分と、またそれが準備して公表できる段階になっていない部分というのが非常に多くございまして、現段階で公表できるもので今回は記者会見をさせていただきました。で、今日この記者会見をもってこの後、全ての政党また候補者の方々への呼びかけ等々を急ぎ進めさせていただきまして、また今日明日等々で、またいろんな発表連絡をさせていただくということになると思いますので。どういう呼びかけの仕方なんですか。個別に各党に、ね、幹部なりに連絡、政党に対しての連絡ということになると思います。未来の党の賛同者というのはどういう感じになるんですか。未来の党の賛同者というのは、佐賀知事の方から今回の、見ていただきました琵琶湖宣言、また新しい政治の推進というもののお話をさせていただいて、その方向に、賛同していただいた方という、佐賀知事のメッセージに賛同していただいた方という位置づけでございます。具体的な選挙の応援とはまた別の話ということで、あくまでその今回の、まあ、新党という報道がございますが、おっしゃるように、この明日の団体でですね、まあ、一人の国会議員がいないということになれば、それは議員団体で終わってしまうことになります。あ、明日ですか。あ、すみません、今日から呼びかけをして、また今晩、明日で動きがあると思いますので、その段階を追ってまたご報告をさせていただくことになると思います。じゃあ、だから明日で目処をつけるって話なんですか。明日一つの目処をつける予定をしております。国民の選の会長の小川さんが呼びかけがあれば合流するというようなお説明みたいなんですけど、小川さんの会見の前後は呼びかけがあれば内容を検討した上でという話だったと思うんですが、それはこちらからまだ接触をしておりませんので、その上でご判断されることかと思います。以上でよろしいでしょうか。本当に大変ステージは準備不足で申し訳ありませんでした。一応ですね、事務局もまだご用意できていないんですが、一応連絡先の携帯番号だけ少し申し上げたいと思いますので、すいません、まだ名刺も事務所も何もできていない状態で大変恐縮なんですが。本当にないんですか、はい、現段階で、はい、マニフェストもできてないのに呼びかけをするということ。この結集軸だけで、はい、TPP をとかどうするかもわからないまま入ってくる、はい、そうです。あれ、飯田さん、大阪府市特別顧問っていうのはもう辞められてるんですか、立場として。いや、現地では辞めてないです。辞められるんですか、もうこれは。それもまだ隠しです。いや、でも政治的立場でやれば、これはもう辞めるのは。いや、あれはそこは事務方に確認しておりますが、例えば今、私は山口県知事、また次も目指すと公務して政治活動しております。で、それは私の憲法に定めた政治的自由ですから、それは今両立しているわけですから、これも両立はし得ることはし得ます、はい、やめるかやめないかまさに対極的政治的判断になります。政治団体を作るからの判断はされるんですか、2団体から。
あ、それはもうこれからですね、はい、あのとにかくあの申し訳ないんですが、あの報道陣の方からすれば少し物足りないところもあるかと思うんですけども、あのこちら側するとですね、本当に何も決まってない状態で報道が先行した結果、昨日も一日混乱で何も進まなかったということがありまして、あのいろいろと準備を進めてきた部分と、またそれが準備して公表できる段階になっていない部分というのが非常に多くございまして、現段階で公表できるもので今回は記者会見をさせていただきました。で今日この記者会見をもってこの後、全ての政党また候補者の方々への呼びかけ等々を急ぎ進めさせていただきまして、また今日明日等々で、またいろんな発表連絡をさせていただくということになると思いますので、別に各党に幹部なりに連絡するとか、政党に対しての連絡ということになると思います、はい、未来の党との賛同者というのはどういう感じになるんですか。未来の党の賛同者というのは、佐賀知事の方から今回の、見ていただきました琵琶湖宣言、また新しい政治の推進というもののお話をさせていただいて、その方向に、賛同していただいた方という、佐賀知事のメッセージに賛同していただいた方という位置づけでございます。はい、選挙の応援とはまた別の話ということで、あくまでその今回の、まあ、新党という報道がございますが、おっしゃるように、この明日の段階でですね、まあ、1人の国会議員がいないということになれば、それは議員団体で終わってしまうことになります。あ、明日ですか。あ、すみません、あの今日から呼びかけをして、また今晩、明日で動きがあると思いますので、その段階を追ってまたご報告をさせていただくことになると思います。じゃあだから明日で目処をつけるって話なんですか。明日一つの目をつける予定をしております。すみません、国民の政府大臣の小沢さんが呼びかけがあれば合流するというようなおっしゃってみたいなんですけど、合流するスポーツ小沢さんの会見の前後は呼びかけがあれば内容を検討した上でという話だったと思うんですが、それはあのこちらからまだ接触をしておりませんので、その上でご判断されることかと思います。以上でどうでしょうか。本当に大変不適合の準備不足で申し訳ない。まだ相談してませんけども、基本的には応援する方向だと私は思っております。あの橋本市長のことが出ましたので、ちょっとご紹介させていただきます。昨日、橋本市長から応援メールをいただいておりまして、公表していいよともらってますので、ちょっと紹介させていただきます。おはようございます。佐賀知事、絶対に党首を引き受けるべきです。次はありません。今だからこのような状況になったのです。僕もそうです。原発問題徹底して論戦しましょう。こういう論戦こそが切磋琢磨こそが日本のためになります。佐賀さんが立てば大いにエネルギー問題も焦点化されます。地方から声を上げる流れも出ます。僕らは次世代へのステージになりましょうという応援メッセージをいただいております。橋本さんと私とは例えば地域主権の問題、同州制の問題などでは意見が異なります。橋本さんは同州制は府県をなくして、例えば関西なら関西一つの道で自治体を作ろうと、私は府県は必要だと、例えば滋賀県なら滋賀県はこの環境の保全、あるいは教育、警察、そして、経済政策、府県は必要だという立場を取っておりますので、このあたりはあのかなり大きく違います。ただ過去4年間、例えば、琵琶湖から出る河川、正確にはあの大道川という河川の淀川水系の河川ですけど、ここのダムを、まあ、中止をした2008年から9年の動きというのは橋本市当時知事ですと、山田京都府知事と3人で、まあ、無駄遣いをやめようという宣言もさせていただきました。またあの国の直轄負担金問題でも一緒に共闘しております。さらに関西広域連合の中で、出先機関の権限を移譲しようと、出先機関というのは国の出先が、まあ、関西なら関西にあるわけです。近畿地方整備局であるとか、その権限を、府県の連合である関西広域連合に移譲しようというようなところで一緒に共闘を組んでおります。今日橋本さんが地方から声を上げる流れを出しましょうというのも、まさに過去4年間橋本、まあ、市長と共闘を組んできたその一言だろうと思っております。私たちは、まあ、そういう意味であの
質問もあるかもしれませんけれども、知事で同時に政党で、代表となってどうなるのかというご質問もあると思いますが、ここはの知事は知事として公務を全うしながら、しかし県の政策方がされなかったかわからない原発ゼロ、この言葉でごまかす政治はいい加減やめるべきだと思います。政策、そして科学的思考の裏付けのない政策で、言葉だけでですね、永田町文学、霞が関文学だけで原発稼働ゼロとするように最大限、政策措置を努力すると、たった一行書くだけでですね、ゼロのようなゼロとないようなごまかし、あるいはそもそも原発ゼロをしないという日本維新の会と、そして、自民党、まあ、こういった今あの国政の中心がこの今世界中が、そして将来世代がこの原発ゼロの課題をですねしっかりと向き合って、あるいはあのもちろん女性や子どもの、あるいは一般の生活者が感じる不安、まあ、そういったものに向き合った新しい政治をぜひあの作って、いければというふうに思っています、まあ、とりわけこの卒原発についてはあの2030年原発ゼロができるのかできないのかというですね、そういうことを議論しているのはほとんど意味がないと思っておりまして、原発ゼロは避けられない現実である、それは核のゴミの行き場がないからです。そして一旦事故が起きたらこの福島のふるさとが失われる、でそれをカバーしようがないからですね。ただし問題はどうやってゼロにするのかということと、もう一つは今事実上ゼロだという現実があるわけですね。そして今事実上ゼロで関西電力は電気料金の値上げを申請しました。当然です、値上げをしないと倒産するからです。しかし何も国が措置もせずに電気料金を値上げすると、今度は企業や国民の生活が大変なことになる。でそれを全く放置している、今ここにある危機を放置しているのが今の政治、2030年のことにかまけるわけではなく、かまけてはならなくて、今ここにある危機をですねしっかりと対処する、このここに書かれた原発稼働ゼロの状態の危機をしっかりと対処して、そして原発すべてをゼロにする廃炉までのゼロの道筋をしっかり作る、このカリキュラムを作るというのが責任ある政治であってですね、2030年ゼロにできる、そもそもできないと言っているような無責任な政治は選択肢に入らないと私は考えております。まああの、この女性があのや子どもが生き生きと暮らせる、まあ、そういったことを前面に掲げる、そういった今他の選択肢も、ない、そして、まあ、増税、私はその民主党政権の最初の、秋に事業仕分け人鳩山さんに指名いただきましたが、膨大なる無駄があって、でその膨大な無駄を結果を争っているというのが今の国政だと思います。でそれはもう完全に国民の本来求めているこの不安、からかなり、反対のところでですね、あるではないか。で、まあ、そういった意味で地域と国政をつないでいくシンボルとして、加田さん、そして、まあ、私は市民、さまざまな今市民団体がこの官邸前のデモも含めてこの脱原発の思いを一体どこに投じたらいいのかと、本当に数多くの市民の方が悩んでいる。その選択肢をしっかりと作りたい。そしてもう一つは専門家として、まあ、加田さんも科学者であり、私も科学者であり、政策の専門家としてこの間、まあ、各党のマニフェスト、あるいは、民主党の閣議決定が、まあ、中途半端にされたかされなかったかわからない原発ゼロ、この言葉でごまかす政治はいい加減やめるべきだと思います。政策、そして科学的思考の裏付けのない政策で、言葉だけでですね、永田町文学、霞が関文学だけで原発稼働ゼロとするように最大限、政策措置を努力すると、たった一行書くだけでですね、ゼロのようなゼロとないようなごまかし、あるいはそもそも原発ゼロをしないという日本維新の会と、そして、自民党、まあ、こういった今あの国政の中心がこの今世界中が、そして将来世代がこの原発ゼロの課題をですねしっかりと向き合って、あるいはあのもちろん女性や子ども
の、あるいは一般の生活者が感じる不安、まあ、そういったものに向き合った新しい政治をぜひ作って、いければというふうに思っています。まあ、とりわけこの卒原発については2030年原発ゼロができるのかできないのかというですね、そういうことを議論しているのはほとんど意味がないと思っておりまして、原発ゼロは避けられない現実である。それは核のゴミの行き場がないからです。そして一旦事故が起きたらこの福島のふるさとが失われる。でそれをカバーしようがないからですね。ただし問題はどうやってゼロにするのかということと、もう一つは今事実上ゼロだという現実があるわけですね。そして今事実上ゼロで関西電力は電気料金の値上げを申請しました。当然です、値上げをしないと倒産するからです。しかし何も国が措置もせずに電気料金を値上げすると、今度は企業や国民の生活が大変なことになる。でそれを全く放置している、今ここにある危機を放置しているのが今の政治。2030年のことにかまけるわけではなく、かまけてはならなくて、今ここにある危機をですねしっかりと対処する。応援メールをいただいておりまして、公表していいよともらってますので、ちょっと紹介させていただきます。おはようございます。足立知事、絶対に党首を引き受けるべきです。次はありません。今だからこのような状況になったのです。僕もそうです。原発問題徹底して論戦しましょう。こういう論戦こそが、切磋琢磨こそが日本のためになります。加田さんが立てば大いにエネルギー問題も焦点化されます。地方から声を上げる流れも出ます。僕らは次世代へのステージになりましょうという応援メッセージをいただいております。橋本さんと私とは例えば地域主権の問題、同州制の問題などでは意見が異なります。橋本さんは同州制は府県をなくして、例えば関西なら関西一つの道で自治体を作ろうと、私は府県は必要だと、例えば滋賀県なら滋賀県はこの環境の保全、あるいは教育、警察、そして、経済政策、府県は必要だという立場を取っておりますので、このあたりはかなり大きく違います。ただ過去4年間、例えば、琵琶湖から出る河川、正確には大道川という河川の淀川水系の河川ですけど、ここのダムを、中止をした2008年から9年の動きというのは、橋本市当時知事ですと、山田京都府知事と3人で、無駄遣いをやめようという宣言もさせていただきました。また国の直轄負担金問題でも一緒に共闘しております。さらに関西広域連合の中で、出先機関の権限を移譲しようと。出先機関というのは国の出先が、関西なら関西にあるわけです。近畿地方整備局であるとか、その権限を、府県の連合である関西広域連合に移譲しようというようなところで一緒に共闘を組んでおります。今日橋本さんが地方から声を上げる流れを出しましょうというのも、まさに過去4年間橋本、市長と共闘を組んできた、その一言だろうと思っております。私たちは、そういう意味で質問もあるかもしれませんけれども、知事で同時に政党で、代表となってどうなるのかというご質問もあると思いますが、ここは知事は知事として公務を全うしながら、しかし県の政策を確実に遂行するために国政と関わらざるを得ないということで、国政に関わる、そういう立場は橋本市長と共通でございます。昨日今日とバタバタして、まだ多くの方からいただけてないんですけれども、もっともっと賛同者増えていただくことを期待をしております。また菅原文太さんから、メッセージを預かっておりますので、ちょっと紹介をしていただけますか。菅原文太さんよりメッセージをいただきましたので、私の方で代読をさせていただきます。タイタニック号のような航路をたどる今の日本、正しい航路に舵を取り直そうとする加田さんの前途を祝します。一国民の目線で見守りたいと思います。日本のメルケルになってください。菅原文太。
ありがとうございます、政策的なところまた質問があったら後ほどということで、こちら今度あのこれ配られますか。誰もが希望を持てる、あ、はい、実はいろいろ準備不足がございますが、では私たちはどういう、 こう政治的なグループを作るのかということで、名前など含めての紹介をさせていただきたいと思います。まず誰もが希望が持てる未来へということで、今日本中に将来への不安や政治への不信、失望が渦巻いています。この不安を安心に、不信を信頼に、失望を希望に変えなければいけません。私たちは国民の皆さんの今のままでは選ぶ政党がない、本当の第三極を作ってほしいという声に応え、新しい党を作ります。私たちの名前は未来の党、正式には日本未来の党でございます。このままでは私たちの日本は国としての品格を失ってしまいます。世界は私たちの動きを見ております。そう、あの福島の原子力発電所の事故です。終わっていません。これを確実に終わらせて、着実に原発から卒業できる道を示さなければなりません。私は毎日この福島バッジをつけさせていただいておりますが、これは私たち日本人の福島への愛であり、また覚悟であると思っております。私たちは世界に、地球に、未来に希望を同時に発信をしていきたいと思います。そう考えて私たちはこの理念のもとに多くの仲間たちと新しい党を作ります。国民の皆さんの政治への信頼を取り戻すためです。未来を作る政治、希望を見出したい。政治には未来を作る力があります。政治は未来を作るものです。ご一緒に未来を作っていきましょう。私からの会場から、どうぞ挙手でお願いいたします。はい、もう順番に一番早かった、はい、どうぞ。マイク、はい、まず1つ目に、あのこれから他の党との連携というのをどのように考えていらっしゃるのかというのを言って聞かせてください。で、2点目が、あの担当者5名、いらっしゃいましたけれども、それ以外の担当者はどういう方で、どのくらいの規模なのか、もしくはですね、この自治体の首長なんかは、こういう担当者の中に入る可能性があるのか、もしくは既に入っているのか、その点をお聞かせください。よろしくお願いします。はい、まずあの他の党との連携でございますけれども、ここの呼びかけは、全ての皆さんにさせていただきます。それぞれの党で、あるいは個人で、手を挙げていただく方、この指止まれ方式でさせていただきたいと思います。それから賛同者ですけれども、今回実は正直申し上げまして、あの昨日の、急に、新聞記事でこちらが準備できないままの今日を迎えておりますので、賛同者の、確認が全てできておりません。このあと今の梅田さんのご質問の自治体の首長の皆さんもポツポツと声をいただいておりますので、できるだけ早い段階での賛同者リスト、また増やさせて整理させていただきたいと思います。事務局から補足ですが、賛同者の方に関しましては、新しい政党への賛同ということではなくてですね、今回の加田さんの呼びかけ、琵琶湖宣言、また新しい政治の結集軸に対する加田さんの行動への応援ということで、特定の政党または特定の候補の応援ではないという点はご留意いただきたいと思います。フリーの横田はじめですけれども、あの橋本市長はですね、脱原発のスローガンだけで、具体策が必要だということをおっしゃっているんですが、あの、橋本市長は脱原発のスローガンだけじゃなくて具体策が重要とおっしゃっているんですが、その割にあのブレーンの飯田さんが提案した、原発ゼロを実現する具体策が政策に今のところ盛り込まれてないんですが、日本維新の会との違いは、そういう、使用済み核燃料の上限を決めるとか、被害地元の
声を聞かないと再稼働できないとか、そういう原発ゼロを実現するための具体策が入るかどうかというのが大きな違いというふうに考えてよろしいでしょうか。はい、まあ、具体策をこの段階でどこまで入れるかは、このようにですね、商工戦制というさらに独裁制というか、従前の民主主義そのものがですね、ある意味では問われているという、そういう意味での、その、どうですか、立ち位置というか、中道リベラルを目指せるか、そのリベラルでいいんですけども、そういう一つの民主主義そのものが問われているという認識がですね、どのようにこの民主6項目の結集軸にはないんですが、この辺は岡田知事はどのようにお考えなのか伺いたい。この呼びかけの中に地域から女性や子どもの目線も大事にしてということですから、おのずと草の根の、ボトムアップの考え方、基本的イデオロギーでございます。ただもちろん組織として、トップダウンの部分も必要です。トップダウン、ボトムアップのバランスの取れた政治ということを私6年間知事としても実践をしてまいりました。国政においてもそのことは提案をしていきたいと思います。琵琶湖放送の坂田です。衆院選の候補者なんですが、先ほど知事は手上げ方式でとおっしゃいましたが、ここ地元滋賀県では必ず4選挙区に立てるとか、今の岡田知事の思いというのはありますでしょうか。まだ滋賀県の政党の方たちと十分話をしておりませんし、今回何分にも日もございませんので、特に、政党小選挙区で立てるというようなことは具体的には考えておりません。自分が立ちたいという方がおられて準備があったら拒否するものではありません。先生というのもあり得る、今もう立っていらっしゃる候補者、はい、連携であるとか推薦であるとか候補者のいないところは十分あり得ると思っております。読売新聞の杉田と申しますけど、昨日の午後の会見から、まあ、今日ここまでその悩んでたと思うんですけども、悩んでる部分っていうのは何だったのかって、まず一番の悩みは、県民の皆さんからも随分お声をいただきました。知事を辞めてしまうのかということで、国政と両立できるのか。で、私は今回の琵琶湖宣言はまさに地域から声を上げることで琵琶湖を守るということですから、知事としての仕事を全うしたい、そのことをお伝えをしていきたいと思っております。このまた先になるんじゃないのかというところが一番悩みでございますし、県民の皆さんには訴えていきたいと思います。合流のあり方ですが、既存政党に回答して合流してもらいたいのか、あるいは比例で統一名簿方式というふうなことを考えていらっしゃるのか、お聞かせください。先ほど手上げ方式と申し上げましたけれども、そういう意味ではこちらが枠を決めているわけではなく、まさに今日宣言したところですから、このあと比例名簿方式のようなところで調整できるところもあるでしょうし、ここはですね、今この段階で、方式を決めているわけではありません。このあと、調整をしていきたいと思います。ただ時間はありませんので、ここ数日以内には形は見せていかなければいけないと思っております。新党の選挙協力も飯田さんとまだ話し合ってないので、ちょっと保留させてください。そこも今どういう方が手を挙げてくださるかわからないので、今日のところはまず呼びかけでございます。この後の連携なり連合なり手を挙げていただいた方との調整ということになります。すいません、ちょっと次の候補の時間がありますので、ここで、ここまでとさせていただきたいと思います。申し訳ありません。飯田先生は国会議員になることはありませんし、現時点では、白紙というかですね、考えておりません。
まで、まだ何をやりたいかよく分からないんですけど。全然わからない。公務も大事なんですか。外交とか、一体安保条約とかどうするのか、何も出てないんですよ。そもそも、経済政策もどうするのか、何も出てないんですけど。今日のところはメッセージというところでございますので、少し今お時間をいただきたいと思います。近々リーフレットの方も今準備をしております。できるだけ早く、一両日中にリーフレットも詳しく出させていただきたいと思います。PPP や集団的自衛権の問題、意見の異なる人も候補者に入れるんですか。脱原発であれば PPP や集団的自衛権の問題、意見が異なる人も候補者に入れるんでしょうか。その辺もの私はいつも申し上げておりますけれども、すべてを捨てて大道につくというよりは勝利を生かして大道につくということも十分あると考えております。そこの中で、合意のできるところをの手を挙げた人との中で、合意形成を図っていきたいと思っております。関西広域連合では大井原発の再稼働を橋本市長と一緒に認めましたけど、引き続き同じ立場、応援する立場ですが、この今のこの私と岡田さんの間では基本的には応援する方向、まだ相談してませんけども、基本的には応援する方向だと私は思っております。橋本市長のことが出ましたので、ちょっとご紹介させていただきます。昨日橋本市長から応援メールをいただいておりまして、公表していいよともらってますので、ちょっと紹介させていただきます。おはようございます。足立知事、絶対に党首を引き受けるべきです。次はありません。今だからこのような状況になったのです。僕もそうです。原発問題徹底して論戦しましょう。こういう論戦こそが、切磋琢磨こそが日本のためになります。加田さんが立てば大いにエネルギー問題も焦点化されます。地方から声を上げる流れも出ます。僕らは次世代へのステージになりましょうという応援メッセージをいただいております。橋本さんと私とは、例えば地域主権の問題、同州制の問題などでは意見が異なります。橋本さんは同州制は府県をなくして、例えば関西なら関西一つの道で自治体を作ろうと、私は府県は必要だと、例えば滋賀県なら滋賀県はこの環境の保全、あるいは教育、警察、そして経済政策、府県は必要だという立場を取っておりますので、このあたりはかなり大きく違います。ただ過去4年間、例えば琵琶湖から出る河川、正確には大道川という河川の淀川水系の河川ですけど、ここのダムを、中止をした2008年から9年の動きというのは、橋本市当時知事ですと、山田京都府知事と3人で、無駄遣いをやめようという宣言もさせていただきました。また国の直轄負担金問題でも一緒に共闘しております。さらに関西広域連合の中で、出先機関の権限を移譲しようと、出先機関というのは国の出先が、関西なら関西にあるわけです。近畿地方整備局であるとか、その権限を、府県の連合である関西広域連合に移譲しようというようなところで一緒に共闘を組んでおります。今日橋本さんが地方から声を上げる流れを出しましょうというのも、まさに過去4年間橋本、市長と共闘を組んできた、その一言だろうと思っております。私たちは、そういう意味で質問もあるかもしれませんけれども、知事で同時に政党で、代表となってどうなるのかというご質問もあると思いますが、ここは